立憲民主党安田麻里、菅直人英雄化。先日立憲民主党から参院選に立候補予定の安田麻里さんがツイッターにてこのような発言をし、菅直人首相の英断があったからこそ放射能による被害の拡大が防げたと事実に反する発言をしていたことが明らかになりました。こちら国会の事故調査委員会は 福島原発事故の原因が菅直人政権にあると断定しておりますので、この安田さんの発言は、現在も立憲民主党が福島原発事故を、事故について反省していないどころか、それをですね、誇っているということを改めて証明してしまっております。本当にですね、 呆れてしまう発言なんですが、皆様、今後行われるすべての選挙では、立憲民主党には安田麻里さんには、立憲民主党の候補者には、絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。